踏み入るべきではない場所。私がまだ小学校低学年の幼い子供だった頃に、趣味で怖い話を作っては家族や友達に聞かせていました。僕が考えた怖い話なんだけど聞いてよ、ときちんと前置きをして。特にじいちゃんが私の話を喜んで聞いてくれました。私はそれがとても嬉しかったんです。熱心に聞いてくれるのと同時に怖がってくれたから。そんな折、私の作った話がクラスの中で流行り出しました。放課後の男子トイレで個室を叩くとノックが返ってくる、といったありがちな話です。クラスの女子の間であっという間に流行り、噂は学年中、学校中へと広まりました。男子トイレの前で手招きする男の子を見た、とか言い出す女子も出てきていて、私がやっとその噂を知って、僕の作り話だってば、と言っても聞かず、その後もまことしやかに囁かれ続けました。ついには、そこで肝試しを始めるグループまで現れてしまいました。その肝試しでしたが、何も起きるわけがないのに、グループの子供が皆、ノックの音が返ってきた、と言うんです。大変な騒ぎでした。そんなわけないだろう、と思って、作り話だということをアピールしようとしたんですが、当時の私は皆に冷たくされるのが怖くて言い出せませんでした。そのうち私は自分の話が本当になってしまったのではないか、と思うようになって、すごく怖くなって、自作の怖い話をすることをやめました。その騒動があってからしばらくして、じいちゃんが怖い話をしなくなった私に、もう怖い話はしないのかい？と聞いてきました。私はもう泣きじゃくりながら、その話をじいちゃんにしたんです。そうかそうか。と優しく聞きながら、こんなことを話してくれました。それはな、みんながお前の話を本当に怖いと思ったんだ。お前の話をきっかけにして、みんなが勝手に怖いもんを作っちゃったんだよ。怖い話を作って楽しむのはいいけど、それが広まって、より恐ろしく加工されたり、より危険なお話を作られてしまうようになると、いつの日かそれを知った、わしらの目には見えない存在が、それの姿に化けて、本当に現れてしまうようになるのかもな。目に見えるものではなく、心の中にね、恐れは人も獣も変わらず持つもの。恐れは見えないものも見えるようにしてしまう。本能だからね。だから恥ずかしくないから、怖いものは強がらずにちゃんと怖がりなさい。そして決して近寄らないようにしなさい。そうすれば、本当にひどい目に遭うことはないよ。私は
じいちゃんもなんかそんな体験をしたのかと思って。じいちゃんも怖い思いをしたの、と聞きました。すると、予期しなかったじいちゃんの怖い話が始まったんです。昔じいちゃんは、某の知らない、すごく遠くのお山の中の村に住んでいたんだ。そこでじいちゃんの友達と一緒にお山に肝試しに行ったことがある。そうだね、じいちゃんが今で言う高校生ぐらいの頃かな。お地蔵さんがいっぱい並んでいたけど、友達もいるし、全然怖くなかった。でも帰り道にじいちゃんの友達がお地蔵さんを端から全部倒し始めたんだ。全然怖くない、つまらないって言ってね。じいちゃんはそこで初めてその場所にいるのが怖くなったよ。なんだかお地蔵さんに睨まれた気がしてね。友達を置いてさっさと逃げてきちゃったんだ。そうしたら、その友達はどうなったと思う？死んじゃったの？それが何も起こらないで普通に帰ってきたんだ。でもじいちゃんはもうそれからお化けが怖くなって友達と肝試しに行くのを一切やめたんだ。その友達はその後も何度も何度も肝試しと言ってはありがたい神社に忍び込んだり、お墓をうろうろしたり、お地蔵さんにいたずらしたり、いろいろするようになってた。周りの人からは呆れられて相手にされなくなっていったよ。人の気を引くために天狗を見たなんて言うようになってしまった。そしてじいちゃんにな、見てろ、噂を広めてやるなんて言って笑っていたよ。そうしてある日、ふっといなくなったんだ。じいちゃんもみんなといろいろと探したんだ。そしたら、山の中の高い木のふもとで、友達は死んでた。木の幹には、足掛けに削った跡が点々とついていてね。友達は自分で木に登って足を滑らせて落ちたんだ。バカなやつだよ。世の中には人が入ってはいけない場所っていうのがあるんだ。それは怖い場所だ。お前だったらタンスの上もその場所だよ。落ちるのは怖いだろう。そういうこと。じいちゃんの友達には怖い場所が見分けられなかったんだ。怖いね。罰が当たったのかな？いや、怖いのはここからさ。友達が死んでから村の中の人たちが次々に天狗を見たって言い出したんだ。じいちゃんはあれは友達の出まかせだと言ったんだけどね。友達が天狗の怒りに触れた、たたりだ、呪いだと皆は自分たちでどんどん不安を煽っていった。夜通しで見張りの火まで焚いたんだ。皆が顔を合わせるたびに天狗の話をするので、村の中がジメジメしていた。
そんな時に限って具合が悪くてね。村の中で怪我をするのが4件続いたんだよ。どうってこともない。捻挫まで数に数えられてね。どう見てもあれは皆おかしくなってた。さらに噂に尾ひれがついて、天狗に生贄を出さなくては皆殺されるとまでひどい話になっていったんだ。そしてついに本当に生贄を出そうという話をするようになった。友達が死んだのは木から足を滑らせて落ちたからなのに、完全に天狗のせいになってた。村の中のみんなも人が入ってはいけないところに踏み入ろうとしていた。それはね、人の命だよ。誰にもそれを奪う権利なんてないだろうに。じいちゃんはね、天狗よりも村の中の皆がすごく怖かったんだよ。だからね、じいちゃんはその村から逃げてきたんだ。じいちゃんのこの話は、その後もねだって二度ほど聞かせてもらいましたが、絶対に内緒だぞ、と言われ、両親のいるところでは決して話しませんでした。でも今でも私の家には、父方の実家はありません。農家の次男のじいちゃんが、庄屋の娘のばあちゃんと駆け落ちしたからだよ。と、私の両親からはそう聞いてます。じいちゃんが私に自作の怖い話を聞かせてくれたのか、とも思いましたが、多分違います。その長い話が終わったとき、じいちゃんは大粒の涙をぼとぼとと私の小さな手の甲に落としたのですから。生き延びた男。これは本当にあった事件の話で、ある精神病院に隔離された事件の生存者の話です。だから細かい部分が本当なのかどうかはわかりません。しかし、事件そのものは実際に起こり、北海道新聞の過去記事を探せば、大雪山ロッジ殺人事件というものがあります。その男は確かにその事件の生き残りであるのも間違いないということは初めに言っておきます。ことの発端は主人公である事件の生き残りの男が、札幌市中央区の丸々公園にある古本屋にふらりと入ったことから始まった。余談だが、残念ながらその古本屋は現在はないらしい。何気なく男が手に取った本の隙間から大学ノートが落ちてきた。何か書いてあったので読んでみると、奴が来る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 。もう自分で命を絶つしかないのか。助けて、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 助けて。という物騒な内容が最初から最後までびっしりと書いてあった。
気味が悪くなった男は店主に、こんなものがあったんだけど、何ですかこれ？と聞いてみた。すると店主は、ああ、と声を上げて、何でもない、これは売り物じゃないんだ。と言ってノートをむしり取った。その日は仕方なく帰った男だったが、あのノートに書かれていた内容が頭から離れない。奴が来るの奴とは一体誰なんだろうか。ノートを書いた人は今も生きているのだろうか。男は次の日も気になって気になって、気がついたらまたその古本屋に来てしまっていた。そして再び店主に問いただしてみたが教えてくれない。それでもさらに気になって、男は一週間ずっと通い続けた。さすがにうんざりした店主はついに根負けして口を開いた。あんた、そんなにこのノートが何なのか知りたいのかい？だったら8月23日、大雪山の5合目にあるロッジに泊まってみるといい。ただし、後悔しても私は知らないよ。男はここまで聞いてしまったら、もう止まらなかった。友達4人を誘い、5人でその年の8月23日に、大雪山のロッジを目指して登山を開始した。登山したメンバーの内訳は、女2人、男3人。登山そのものには、不可解なことは何も起こらなかった。順調にロッジまで到着したそうだ。ロッジに到着すると女二人は、お茶の用意してくるね、と言ってすぐに準備を始めた。男たちは2階に上り、寝室に荷物を運んで整理を始めた。登山を提案した男は窓辺に座り、景色を眺めていたそうだ。5分くらいした後、寝室のドアの向こうから声がした。ねえ、開けて。お茶持ってきたよ。開花で、お茶の準備をしていた女の声だった。手にお盆を持ってるから自分でドアを開けられないらしい。当然ドアの近くにいた男がドアを開けた。その瞬間だった。突然、そいつの首が落ちた。しかし、何かがおかしい。頭部が、長髪の女の顔なのだ。いや、正確に言うと、頭部が女なのではなく、首が切り落とされた男の体の上に、女の生首が乗ってるようなのだ。そいつの首の付け根からは、絶えず、血が溢れ出していた。手には何かを持ってるようで、生首女の目は恨めしそうにずっとこちらを見ていた。そいつは有無も言わさず、荷物を整理するために部屋の中心にいた友人の首も切り落とした。同時に窓際に座っていた男は、
無我夢中で窓から飛び降りた。そうして命からがら逃げ出して、登山道を偶然通りかかった登山者に助けを求めたそうだ。仲間が何者かに首切り落とされて殺された。この信じがたい話に半信半疑だった登山者だったが、急いでロッジに到着してみると、すさまじい光景に腰を抜かしてしまった。入り口を開けて一階に入ってみると、女が二人とも首を切り落とされて死んでいた。こりゃ大変だ。その後、すぐに警察が出動した。生き延びた男は窓から飛び降りた時に足を骨折していたらしく、病院へ搬送された。警察が現場検証をしたところによると、4人の遺体の切断された切り口があまりにも鋭く切られていたのか、出血もほとんどなかったそうだ。警察はどんな凶器を使用したのか全くわからないと首をひねるばかりだった。そして不思議なことに犠牲者たちの首は一つも見つからなかったそうだ。結局事件は迷宮入りしてしまった。病院ではベッドに横たわる怯えた姿の逃げ延びた男がいた。そしてその部屋では看護師が男の点滴を変えている時だった。くん、くん。あれ、誰だろう。はーい、どうぞ。しかし、ドアは開かなかった。その代わりに声が聞こえた。この部屋に入院してる者の母でございます。実は荷物を持っていまして、すみません、開けていただけませんか？男の母親の声だ。が母親は単身赴任の父を訪ねて東京にいるはずだった。ここは旭川だ。こんなに早く母が到着できるだろうか。そもそも誰が連絡したのだろうか。この時、男はその不自然さに気づいた。はーい、今開けますね。ダメだ、開けちゃダメだ。と、男が声を上げようとした瞬間。こと。男が気づいたこととは、どうやらそいつは自分では決してドアを開けないということ。そいつはどんな人の声も真似できるらしいということ。そいつはあらゆる口実でドアを開けさせようとすること。そして最後に、そいつは自分の存在を知った人間を殺すまで追い続けるということ。男はその時は、ベッドを仕切るカーテンの中で気絶してしまったので助かったようだった。しかしそれ以来男はドアのある場所へは近づくこともできなくなってしまったらしい。現在もその男は精神病院の鉄格子の中で大学ノートに
こう書き続けているそうだ。あの古本屋で見つけたノートの持ち主と同じように。奴が来る、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 奴が来る。この話を聞いてしまったとき、私のところにもそいつが来るのではないかと心配になりました。しかしいくらなんでもそれはないと思っていました。ですがこの話を友人二人にしていたとき、話が終わった午前五時、いきなり家のチャイムが鳴って驚きました。恐る恐る玄関に行くと、おい、俺だよ俺、ユージだよ、開けてくれよ。と、東京に就職した友人の声がしました。さすがに皆焦って、そーっと鍵を開けて、鍵、開いてるよ。って言ったんです。そしたら、お土産たくさん抱えてて、開けてくれよ。な、開けてくれよ。それを聞いて全員怯えてしまったんですけど、友人の一人が機転を聞かせて裏口を開けたんです。そして、ユージ、なんかドア壊れちゃったみたい。裏口開いてるから入ってきてくれ、そっちから。と言いました。今考えたら、入ってきたらどうすんだよ、って話なんですけど、その時はもう無我夢中で。それから、朝まで友人みなと布団かぶって震えてました。10時頃、友人に電話してみると、え？今？いや、東京にいるけど、なんで？それを聞いて私たちはゾーッとしてしまいました。今でも半信半疑ですが、もう誰かのためにドアを開けることは絶対にしないようにしています。歯型。これは今から13年前に起きた出来事です。今でもあれが何だったのかわかりません。早く忘れられればいいと願っています。当時私は上京してきたばかりで、右も左もわからない状態でした。祖父からもらったボロボロで、いつの時代かわからない東京マップを手に、見知らぬ都会をさまよいました。上京の理由は職探しでした。地方で職にあぶれていた私は、遠い親戚を頼ってきたのでした。職は知らんが、住む場所なら安く提供してやろう。おじにあたるその人は電話でしか話したこともなく、全くもって不安でした。しかし今になって思えば、あの時の不安な気持ちは虫の知らせだったのかもしれません。目的のアパートに着いた時は日が暮れかかっていました。
そこには大柄なおばさんが立っていました。ようこそおいでました。お疲れでしょう。案内します。私は案内されるがまま、その薄暗いアパートへと入っていきました。入り組んだ場所に立ってるだけでなく、建物自体がさらに奥まったところへ伸びているためか、私は何か言い知れぬ圧迫感を感じました。雑草も伸び放題。実際、日は暮れかかってましたが、まるで暗い洞窟に入っていくような感覚すら感じました。いつの間にか、おばさんの背に止まっていたハエが妙に恐ろしく、私は荷物を握りしめ、いやー、東京初めてなんで人が多くって、と大きめの声で言いました。するとおばさんは振り向いて、静かに、と怒鳴りました。私はその時、そのおばさんが女装したおじさんだとわかりました。とっさの怒鳴り声が男の声だったんです。私は意気消沈し、その時は都会の恐ろしさを感じました。今となっては、そこが異常なところであったと自覚しています。部屋は生臭いのを除けば家具も揃っていて文句の言いようがなかった。しかし東京の家賃はいくら親戚の価格で提供してくれると言っても9万円と高かった。6畳が一間と床板のめくれた台所。そして水は絶えず濁っていた。だが私専用のトイレはありがたかった。しかし和式トイレの穴は夏の熱気によってすごい匂いだった。蓋をしても匂ってくる。おばさん、いやおじさんの厚化粧はギラギラと輝き、ムッとする化粧の匂いがいつまでも吐き気を催しました。そして、化粧を落としてきたおじさんが、今度は何事もなかったかのように、再び訪れてきて、挨拶をしました。遠いところご苦労様。所用で迎えに行けなくて申し訳ない。女性が応対しただろう。どうだった?え?綺麗だったか?そう言うと、小太りのおじさんは、私の目を覗き込んできました。アイラインというのでしょうか。目のあたりが、まだ化粧が落ちずに残っていました。あ、いや、なんとも。曖昧に、口だけで返事すると、おじさんはあからさまに機嫌が悪くなりました。部屋に漂う据えた匂いと私の油汗とおじさんの化粧の匂いが風もない六畳間に充満していました。その夜、備え付けの埃臭くごわごわした布団に入り、疲れていたので無理やり眠りました。どれくらい時間が経ったのでしょうか。暗い部屋の中に複数の動くものがあります。気配というか、音というか、腐ったような匂いというか、
とにかく何かが私の布団の周りにいるんです。しかし私は強引に目をつむって眠りました。相当疲れていたようです。次の日、いくつかの場所を当たってバイトを探しました。しかし、なかなかに見つからず、喫茶店でコーヒーを頼み、街の喧騒に怯えながら小さくなって寂しい思いをしていました。ふと私は自分のコーヒーカップを持つ手首に目が止まりました。歯型？よく見ないと気づかない。しかしはっきりと歯型がついていました。私は寝ぼけて噛んだんだろうと思い込みました。私のものよりはるかに小さな歯型がついた手で飲むコーヒーはまずかった。正直、帰りたかった。しかし帰る場所はアパートでした。おじさんに会うのではないか、と怯えながら部屋に足早に戻り、鍵をかけました。生臭さはだいぶ収まりましたが、化粧の匂いが新しく残りがとして部屋に漂っていました。その夜、私がたくさんのよだれのついた布団をかぶり眠っていると、またもいくつかの気配を感じます。猫だと思いますが、私は熱帯夜のような蒸し暑さの中で汗を垂らしながらも布団の中で震えていました。しかし、私は逆に耐えきれず、暗闇の中、布団からいきなり手を出し、その黒い塊の方へ、ブンと布団を持って払いました。気のせいだと確かめたかったんです。しかし私の手の甲は、ある冷たいものにぶつかり、それは勢いよく壁にぶつかって、畳に転がったようでした。私は手に感じた感触に背筋が凍りました。昔若い頃に喧嘩をして殴った類の感触と同じだったからです。黒い塊がコロコロと転がって止まりました。その時不意にそれが人間の頭部であると理解できました。その刹那、ここ、どこ？突然それが低いドスの効いた声で叫びました。その叫び声を聞いて私は気を失ったようです。目が覚めると、たくさんの頭部は消えていました。私は汗びっしょりだったので、体を拭くためシャツを脱ぎました。そして、驚愕しました。全身、歯型だらけだったんです。自分で寝ぼけてやったのではありません。その証拠に、私の頬に血が出そうなほどの歯型がついていました。しかもその歯型は、大きいのから小さなものまで様々でした。私は悲鳴を上げて出て行こうとしましたが、髭を剃るのは忘れませんでした。おじさん、おばさんは現れませんが、
私はどんどん追い込まれていきました。実際この頃の私は、今思っても行動がおかしいんです。その最たる理由は、相変わらずその部屋で寝ていたことでしょうか。私の体重は10キロ以上減り、はためから気味悪がられるほど青白くなっていました。そのせいか、仕事も全く見つからず、疲れ果てて帰るという毎日でした。歯型は一日消えることなく全身に及び、面接官の一人から、その歯型何なの?と質問されましたが、さしてうまい言い訳も見つからず、そのまま、噛まれてるようですね。と言ったところ、苦笑いされました。恋人にやられたとでも思ったんでしょうか。そうして、私の限界は近くなっていました。幻が見えるようになって、歯型を隠すため、全身に包帯を巻いたりもしました。そのくせ表を出歩き、見知らぬ人に、おはようございます、などと大声で言ったりもしていました。気が狂う直前だったようです。その夜、おじさんから差し入れと書いた紙と栄養ドリンク剤が部屋に置いてました。私は疲れていたので遠慮なくごくごく飲みました。そして私はいつもより深い眠りに落ちたようです。そのおかげか夜中に目が覚めたとき、すっきり頭が冴えていました。そして、私の体に取り付いている十数個の黒い塊が私を噛んでいることを異常だとはっきり気づいたんです。怖がってる場合じゃないと。まあそうですね。そう思ってる私は冷静なつもりでしたが、ピークに達していたのでしょうか。むくっと起き上がると、暗い部屋の中で黒い塊がズズズッと畳を転がるように進み、台所に消えていったのを感じました。私は、待て!と、今まで上げたことのないような声を上げると、台所に行きました。そして、それらの影が、なぜかトイレに逃げたような気がして、トイレに駆け込みました。トイレの中は真っ暗です。電気をつけようとしましたがつかず、私は荷物箱をひっくり返し、懐中電灯を手にしました。そして笑いながら、トイレの中にライトを向けました。闇に照らし出される汚物。目を凝らすと、ウジがうごめいてるのがわかります。そしてその中に、うつろに見上げるたくさんの腐った生首や、白骨化した頭が私を見上げていました。私の糞尿にまみれて、私は悲鳴を上げ、なぜか帽子を手に取ると、下着姿のまま、ドアを蹴破るように飛び出しました。うわ!ドアの向こうに誰かがいたようでした。振り向くと、女装したおじさんがマスターキーとノコギリを持って倒れていました。
いきなり開けるんじゃないよ。そう怒鳴られ、私は無性に腹が立ち、近くの石をどんどん投げつけました。おじさんは悲鳴を上げ、うずくまりました。すると私はいつしか投げている石が人の頭であることに気づきました。それらがおじさんにどんどん噛みついています。おじさんは悲鳴を上げ続けていました。私は怖くなってアパートを飛び出しました。あれ以来、おじさんとは連絡を取っていませんし、連絡も来ません。あの頭部が幽霊であってほしいと思っています。あれから13年が経ち、今では遠い記憶になりましたが、私の首元に残る一つの歯型はしばらく消えませんでした。私が殴った生首が噛んだ跡だったのかもしれません。心霊写真。ゼロっていうゲーム知ってるかな？幽霊を映せる特殊なカメラを使って悪霊と戦う謎解きゲームみたいなやつ。それが一つの発端とも言える話を嫁がしてくれた。オカルトマニアの嫁が大学時代のこと。嫁と同じサークルに入っていた男で、少し変わった奴がいた。周りの人間を見下すような態度が多く、場の空気を読まない毒舌家でもあったため、嫁やサークルメンバーからは敬遠されていたそうだ。そいつは嫁に気があったようで、しばしば彼女にちょっかいを出してきたらしい。その日も嫁の気を引くため、次のような幽霊話を振ってきた。昔の人が言ったように、カメラには魂、イコールエネルギーを吸い取る効果がある。肉体があれば、失ったエネルギーは回復できるが、純粋なエネルギー体である幽霊には相当なダメージとなる。よってカメラを使って除霊するゼロのシステムは非常に合理的。とまあそんな話だった。箸にも棒にもかからぬ話と一生に付した嫁の態度にカチンときたか。男は、じゃあお前のために心霊写真撮ってきてやるよ。とどこかに言ってしまった。だが彼のそういうのはいつものことだから誰も期待していなかったそうだ。数日後、男はおかしな写真を持ってサークルに顔を出した。うつむき加減で、暗い表情の若い女がカメラを睨んでる。フラッシュは焚いていたようだが、背景は黒くてほとんど何も見えない。率直に言って、ゼロで撮る幽霊写真のパクリとしか思えない代物だった。つまり、どう見ても偽物。男は興奮気味に幽霊を撮る際の武勇伝を語るが、彼が言った廃墟は心霊スポットでも何でもない、ただの空き家。
結局、誰も写真を称賛せず、彼は法学部のやつに説教されただけだった。それが不満だったのか、彼は写真を焼き増しして、いろいろな出版社やテレビ局に送ったが、どれも送り返されてきて、以降はなしのつぶて。大量の焼き増しの処分に困ったのか、男はメンバーに写真を押し付け始めた。大抵のものはゴミ箱に直行させたが、嫁は、偽物だとしても上手に作ったな、と冗談半分に保存しておいた。数ヶ月が過ぎ、皆が写真など忘れた頃、自宅の火事でその男が亡くなった。火元は彼の部屋だったそうだ。たとえ普段はうざいと思っていても、知っている人間が死んだというのは相当なショックだったらしく、サークルメンバーはお互いを慰めながら彼の思い出話などをしていた。その流れで嫁が例の写真を取り出したところ、真っ黒だったはずの背景に赤い光が差していて、その光の中に真っ黒いものがいくつもいくつも折り重なっている。その形はどう見ても人間であり、見ようによっては炎の中の黒焦げの人間。女は相変わらずそこに立っているが、光のせいでその女が透けていることが分かった。嫁はパニックになったのか、翌日その写真を廃墟に投げ捨ててしまった。それからさらに数ヶ月後、その空き家は不審火で焼け落ちた。出版社ってのは送ったものを律儀に送り返すものなのか、写真は本物の心霊写真だったのか、火事と写真にどれだけの因果関係があるのか。嫁はそんなことを言って首をかしげていた。そして最近、霊感の強い友人にこのことを話したところ、こんな返答があったらしい。その女は何の力もなく、ただそこにいただけだったのに、写真がエネルギーを紙に焼き付けるとまで分かっていたなら、なぜそれを焼き増ししようなんて思ったのか。何も手を出さなければ、その女は永遠に無力でそこにいるだけの存在だっただろうに。打足だけど、廃墟の火事の少し後、サークルの人がその家のことを調べたそうだ。もともとその空き家に住んでいたのは年配の夫婦で、独立して家を出た娘さんを火事で亡くした後、引っ越していったのだそうだ。はい、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回は怖い話を4つ読ませていただきました。はい。3話目の話は、これは、まあ、おじさんって書いてあったんですけども、これ親戚のおじさんってことですよね。そのちょいちょい、アパートに出没していたおじさんっていうのは、それかもう全く親戚のおじさんとかじゃなくて、管理人のおじさんなのかな。ねえ、なんだろう。まあなんかいろいろ不思議なお話でしたね。そのおじさんが一人二役してるのもよくわかんないし。で、そのアパートのその部屋に、まあ首がいっぱい出てくるっていうのもわかんないし。
まあ、筆者さんが最後に、まあ、あの首の人たちは幽霊だといいな、みたいな、そういうくだりがありましたけども、いやでも幽霊じゃないのかなってやっぱ思いますよね。だって生首で出てきてるんでしょ？ねえ。まあ、人間だったらなんで、一緒に住んでんだっていう話にもなりますしね。まあ、幽霊なんでしょうけども、ねえ。まあ、なんでしょう。気になるところがいっぱいありましたね。その後、逃げ出したって言ってましたけども、まあ、引っ越しとかどうなったんだろうなって思うし、ねえ。で、引っ越ししてるとしたら、その、アパートのおじさんに、まあ、会ってないと変だしっていうね。まあ、アパートのおじさんなのか、親戚のおじさんなのかわかりませんが。なんかその、まあ、そのアパート自体も、まあ、ちょっと怪奇現象起こってて、まあ、変な物件だなっていうのは思うんですけども、なんかおじさんもちょっと変だよね。だって別にね、女装したいんだったら女装してさ、で、いらっしゃいませとか、まあ、なんかそういう感じでいた方がいいじゃない。でもなんか一人二役みたいな感じで、で、その、女装が褒められなかったからって、その機嫌が悪くなったりとか、いや、もう一人でいいじゃんっていう話だからね。別にもう今の時代さ、もう多様性の時代じゃん。だから、女装とかしてても別に全然いいわけじゃんって僕は思いますし、まあ世間でもそうだと思うんですけども。なんかおじさんの中でどこかその女装を隠したいじゃないけど、あれは自分とはまた別の人間なんだ的な感じで接してきてるから、そこもなんか変だなと思って、ね、思いました。なんかいろんなところが気になりましたね。アパート飛び出したって書いてありますけど、その引っ越しとかはどうしたんだろうなって思ったりとか、まあ、引っ越ししていたとすれば、まあその、まあ管理人なのか、その親戚のおじさんに会ってないとおかしいじゃないですか。でも会ってないって書いてあったし。で、結局そのトイレの中に潜んでいた、その首たちは何だったんだっていう、白骨化した頭とかも何だったんだっていうところですよね。謎が謎を呼ぶお話でしたね。まあその首たちが幽霊とか、まあ妖怪なのかなの類だったとしてもさ、なんで噛んでくるのかもわかんないしね。いろいろ気になるお話でした。あと1話目のね、おじいさんのお話ね、あれも怖かったですね。まあ全部怖かったんですけど、まあ本当にその作り話とかでもあっても現実になるってよくね、怪談話とかでも言いますけどもね。まあそういう話でしたよね。本当にまあその話とかってさ、誰が聞いてるかわからないってよく言うけどさ、まあ人間以外もさ、そういう話聞いてる可能性本当にあるもんね。だから、ああお前がそういうことを言ってるんだったら本当にそれをじゃあやってやろうかみたいな感じでね、やってくる幽霊とかも、まあいるんでしょうね。まあ面白がってるというか。まあ昔なんかの番組でも見たんですけども、なんか芸人さんの話で、なんかもう全くその作り話、全くの作り話を話したら、本当にその話を体験することになったみたいなこともありますもんね。その怖い話で。だからまあ皆さんもなんかこう怖い話とかするときはね、あまり作り話はせずに、ね、本当にあったことだけを述べた方がいいんじゃないかなって思いますね。はい、ということで、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。はい、そんなわけで今回もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方は評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そしてこの動画の概要欄には今回お話を読ませていただいたサイト様の URL、そして僕の LINE、TikTok、インスタ、Twitter、スレッズ、スタンド FM の URL、 あと皆様からの体験談も募集しております。それも動画概要欄に、URL 記載してありますので、よければぜひぜひチェックしてみてください。はい。ではまた次のお話でお会いいたしましょう。
ごま団子でした。おやすみなさい。